マルティン・エラスト・トリホス・エス・ピノは、パナマの政治家。元同国大統領。パナマの社会変革家で、1968年から81年に、掛け軍の有力者だったオマル・トリホスの息子として、エレーラ県の県と地トレに生まれた。アメリカのテキサス州、カレッジ・ステーションのテキサス、A ・ A&M 大学で、政治学と経済学を学び、ウィスコンシン州、デラ・フィールドのジセント・ジョンズ、 北西部陸軍士官学校を卒業。エルネスト・ペレス・ベラダレス政権で、内務、法務副大臣を務めた。副大臣時代の最も顕著な功績は、パナマの水道業務を完全民営化する書類にサイン、したことであるが、国民に受け入れられなかったため後に元に戻された。ベラダレス政権では、強盗や、暴行事件が増えた。1999年、トリホスは、 大統領選に民主革命党から出馬したが、1968年のクーデターで幹部の夫を免職されたパナメニスタ党のミレア・モスコソ候補に敗れ2位に終わった。しかし、モスコソ政権では汚職が横行したため、任期末の支持率は15%だった。2004年の大統領選で、トリホスは汚職撲滅、さらなる雇用喪失。 強い安全保障の三本柱のスローガンで選挙戦を進め民主革命党のほか少数政党の人民党の支援も取り付けた。そして5月2日の投票で他の3候補に競り勝ち大統領に当選。連帯党のギレルモ・エンダーラ候補は取りホすに17%離され2位だった。もっともこの結果は事前の世論調査などで広く予想されていた。 同年9月1日に就任した。2007年2月16日、アメリカのジョージ・ W ・ブッシュ大統領とホワイトハウスの大統領執務室で握手を交わすトリホス2007年2月16日、アメリカのロバート・ゲイツ国防長官と地域の安全保障問題について、ランチディベートを行うためペンタゴンに入るトリホス、RD ワード撮影トリホス政権は、財政改革。 社会保障制度改革などの分野に集中的に取り組んだ。2006年4月27日にはパナマ運が拡張計画を発表、憲法に基づいて同年10月22日に国民投票を行った。2006年11月、トリホスはラテンアメリカカリブ海プエルトリコ独立連帯会議の発起人となり、プエルトリコの独立に 賛成の意を表するとともに、米国に対しプエルトリコの独立を承認するよう呼びかけた。2008年4月下旬、トリホスはキューバのラウル・カストロと会談し、エネルギー法案への署名について話し合った。ありがとうございます。